表財閥だとあとなんだ、三菱は海鮮丼、もともと海鮮丼屋か、うん、海運省から始まったのかな、うん、何だっけ、岩部先地やったっけ、あ全然わかんないです、あ岩部弥太郎か、うん、が始めたんやけど、なんか別にあの高級な身分とかでもなくて、ただ結構時代を先取りする力が強くて、どうやらここで開国するぞと、鎖国が解かれるとなった時に、今日本で一番あの儲かる商売は何か、そりゃ海外取引やろと、海外との取引が始まるってなったら絶対そっちの 方が、あの強くなるって言って、それで海運省をやるぞって言って、うん、始めたのが、今の日本郵船、あそこの株買ったわ去年、あ買った、うん、郵船なんか今去年すごい値上がりしてさ、うんうん、あでね、そう日本郵船が実は三菱グループの、あの一番始祖になったのは三菱、あの実はそこだよ、やっぱの郵便局グループなのね、じゃないじゃないじゃない、あじゃないの、もうだから三菱財閥の本丸御殿、そうなんだ、うん、あれ郵船って絶対あの郵便局グループの全く関係ない、あそうなんだ、うん、あの地図だけ見ちゃったけど、うん、だからまだ郵便局っていう言葉ができる前に作った会社やから、あそういうことなんだ、いわゆる郵、うん、あの物を運ぶとかそういう意味合いで使われとったり、物流っていう言葉の意味合いで使われとったもんで、はいはい、うん、をする船の会社っていうので郵船会社っていうのを作ってる。で、あの他の三菱グループって大体三菱って名前を付けるんやけど、ここだけはその後に三菱財閥っていう、言葉が生まれるようになったもんで、逆にプライドがあって、いやうちが本元やから、後からなそのついた三菱って名前をわざわざうちは付けませんと、うん、歴史ある日本郵船って名前を使いますっていう。なんか三井だとあの商船三井っていうね会社があるから、そうそうそう、三井はだってもともとがその越後やから、だから三越はいまだに三越って名前でやるやん、うん、三井百貨店にしやんや、うん、うん、あれももともとはうちがもともとの越後屋でございますからっていう、やっぱそのプライドがちゃんと残ってんだよね、そういうところに、うん、他はどこがあるかな、似たような感じのところっていうと、住友だと御三家があるかな、うん、新居浜御三家と呼ばれる、はい、分からんけど三菱金属、はい、なんだ、ごめん、三菱金属じゃない、住友やな、はい、住友金属、住友林業、はい、御三家もう一つ何だったっけ、住友商事か、うん、あそこはいわゆる、足尾銅山とか、あの辺りの鉱山業とかで栄えて、だから山を丸ごと買い取って、うん、その山で商売をして、で、やるので鉱山やる三菱、住友金属から始まって、その山の木を管理して売買して儲けるっていう住友林業が生まれて、うん、で、それを商売取引する住友商事があって、この3つが御三家。新居浜、愛媛県の新居浜市やから、うん、新居浜の御三家で呼ばれとったりするな、うん、まあ、トヨタも御三家ってあるしな、うん、何だっけ、自動車車体防食か、あ自動食か、自動食器、うん、車体自動食器か、で自動食器も、これで、その流れなのか知らんけど、あそこってトヨタじゃないよな。うん、トヨタないよ。トヨタ自動食器って書くのに。あれ、でも正式名称トヨタじゃないかな。いや、アルファベットにしたとき、トヨタになってたと思う。あれ？そう。なんか、トヨタ合成ぐらいじゃないかな。合成ぐらいか。うん、多分うち自動食器おったけど。トヨタではないはず。トヨタになっとった自動食器はもう、うん、あ、そうか、合成だけか、うん、なんとかもあったりするよな、ややこしいけど
本当だ、ダムだ。こう去年あの紅葉の時期にあの、うん、この辺になんか、ね、紅葉の名所あるじゃんね。あ、そうだよ、うん、あのなんだっけな、河内渓谷。はいはいはい、これここの麓なんです。へえ、もうすごい渋滞、もうね、秋。ああ、だよね、うん、一回行こうとして引き返しちゃったもん、うん、すごい渋滞。なんでそんな渋滞までして見たいんやろね。うん、紅葉好きだからな。あ、俺も紅葉別に嫌いじゃないよ、好きだけど。まあ確かに、その大渋滞してまで見たいかって言われると、まあ、ってな、ね、トヨタの高ランゲとか、高ランゲとかすごいよね、うん、行ってないな、高ランゲも。42号線の伊賀越え、まさに伊賀越えで、あの16歳にぶつかる道1回走ったことある、 あるはず。あーあー、なんかで走ったね。もうだいぶ10年くらい前じゃないかな。ああ、それぐらい前だと思う。マックス乗ってた頃ぐらいだよ確か、うん、なんかね、はあのすんごいやばい道で、で、あれだね、途中でもう止まって、うん、なんか動物出たんだよね、うん、てか、もうこの辺止めれる、どこに止めれる、だいぶ過ぎてるんじゃないかな、あの本来ダムのあれを。なんとだから、これこのまま行っちゃうと本当にあの伊賀越え行っちゃうよ。なんということでしょう。悲しいかな、折り返す場所がないのです。え、どこで折り曲がったらダムの方に行けるんだろうね。はあ、なんか駐車場とかあったんじゃないかな。ちょっと質問が、ここで折り曲がる、そうね、あ、こっちでもなんもないよ。こっちこそこの先展開するとこないかもしれない。マジでなんか集落がああるんじゃない。いや、もうね、こっちもう行き止まりです。あの、ゆくゆくはマジで登山道なんで、うん、ガチの行き止まりな、ガチのマジか。ここで普通に U ターンするかな。今のところ行けたか、うん、しまった、今のところ行けたか。この先あるかな。おお、崖えぐ。まあでもいい景色だよ。まあそこの分かれてるとこで一回ね、引き返すか。うわー、えぐ。ここに折り返す？そんがいいね。うん。